あなたの戦い方、いろいろすごいじゃない？ありがとう。褒めてもらったよ、エンジに。ほんで？あの目的地の場所に行けばいいんかな？旗のマークがついてるとこ。へえ、またこの、なんかこの草むらを必ず歩いていかんといかんシステムもどうにか。ね。ポケモンに出会ってしまうじゃないか。野生のヤングースが飛び出した。いっけー、足まりー。いいね、いいね。その一瞬のちょっとドヤ顔っぽい感じ。よし。そういえばさっきこっちになんか人が。段差は一方通行、ジャンプすると近道。あ、なるほどね。向こう側からも上がってこれればいいのに。で、なんかこっちに。ん？道路？あ、リリエ。あ、こんなとこにポケモンセンターあるやん。ポケモンセンターです。私案内いたします。ほら、なんかこっから全然違う世界みたいな。ねえ。おー、来たよ来たよ。そっか、カフェ付きなんやっけね。お姉さんに話しかけると、傷ついたポケモンたちもすぐに元気に回復してくれるのです。素晴らしいですよね。傷ついたポケモンさんを見るのは本当に忍びないですから。お、パソコンにはポケモンを預けることができたりします。おー、そしてフレンドリーショップ、すべてが、合体しとんやね。フレンドリーショップでは島巡りに役立つ道具を買うことができます。ぜひとも覗いてみてください。そしてあちらはカフェスペースです。私はカフェスペースで飲めるモーモーミルクが好きだったりします。あ、もうモーモーミルクはあれなんやね、おなじみなんやね。ガイドブックに書かれていました。ポケモンセンターごとにメニューは異なるそうです。あ、なるほどね。日替わりとかじゃなくてポケモンセンターごとなんや。メニュー、間違えた。何かこだわりがあるのでしょうね。飲み物だけでなく、お茶菓子や島巡りに役立つアドバイスもいただけるそうです。ふんふん。では、トレーナーズスクールへ行くことにしましょう。よろしければポケモンさんを回復させてあげてください。オッケー。なんかトレーナーズスクールとか言うけん、いっぱい戦闘がね、長引きそうな。トレーナーズスクールを目的地にセットした。お、ありがとう。あなたのポケモンを休ませてあげますか？はい。それではお預かりいたします。お願いします。あれ、ね、髪型が二つじゃなくって一つなんや。あれ、くくっとんの。お預かりしたポケモンはみんな元気になりましたよ。またのご利用をお待ちしてます。ほいほい。同時に連れて歩けるポケモンは6匹やねん。それ以上捕まえたらパソコンに預けておけまっけ。おけまっけやっておけますせ。なんで関西弁。ちっちゃい、かわいい。フレンドリーショップでは道具を買ったり売ったりできるの。モンスターボールや傷薬が多いと安心なの。モンスターボールは必要よね。ポケモントレーナーなら誰でもタダでポケモンを元気にしてもらえるし、パソコンも使えるのじゃよ。一体どうやって売り上げとかが出ようんやろ。現実的な話。ようこそフレンドリーショップへ。お買い物ですね。買いに来た。とりあえずモンスターボールが欲しくって、何個、とりあえず10個かな。じゃあ10個補充しとこ。はい、どうぞ。毎度ありがとうございます。てかお小遣い結構もらっとったんやね、私。あ、プレミアボールなんかおまけしてもらった。やったね、ありがとうお兄さん。お、なんかメガネをかけた研究員の人かな。通信を使ってお友達とポケモン交換すれば2人とも嬉しい。つまりハッピーハッピーだね。ウィンウィン的なやつ。よし。んで、トレーナーズスクール。あ、ここや。トレーナーズスクールは、あ、なんてことでしょう。なになになに。ちょっと待って、あのお兄さん、ちょっと。話しとるやん。ケンタロスさんが通れないようですね。でも目的はトレーナーズスクールですから。気にせず入るとしましょう。気にしてあげよう。ねえ。飼い主さん、ちょっと。トレーナーズスクールはトレーナーのスクールだろ？だと思うよ、きっと。おう、びっくりした。あ、ここからはなんか別の世界？世界っていうか。おう、あゆな。いつの間にか追い越していたぜ。ポケモントレーナーの学び屋、トレーナーズスクールにようこそ。おう、いいね。チャイム鳴りよりよ。ああ、ククイ先生。先生じゃない。ククイ博士。その子ですね。レッスンしちゃうの。もう学校っていうだけで先生になってしまった。
頼むぜ先生。4人だ。アイナ、君はここで4人のトレーナーに勝つんだ。それで得られる経験が君とポケモンを育てるぜ。そうだそうだ、経験といえばこれだね。何？お、アイナは学習装置を手に入れた。アイナは学習装置を大切なもののポケットにしまった。学習装置のスイッチを入れておけば、手持ちのポケモンみんなが経験値をもらえるぜ。あ、いいねいいね、これ。レッスン相手のトレーナーはスクールの中にもいるわよ。あと、教室ではいろんな話を聞けるわ。じゃあ始めちゃってね。学習装置って学習装置を持っとる子だけじゃなかったんか、全員か。ああ見えて彼女の教え子はすごいトレーナーばかり。一人はキャプテンなんだぜ。僕からのアドバイス。一度戦ったポケモンならタイプの相性で、どの技が効果抜群かわかるぜ。そのために草むらに入っていろんなポケモンと出会い、どんどん戦うといいぜ。4人のポケモントレーナーを探す、戦う、活路。頑張ります。で、ちょっとさ、早速さ、どこ？学習装置。学習装置のスイッチを入れておきたいんだけど、あ、これこれ。ん？スイッチを入れると手持ちのポケモンすべてが経験値をもらえる装置。あ、もうオンになっとんや。ありがとう。Z リングは？ふんふんふん。もう普通に使えるってことかな。じゃあ頑張ってくるね、私。ポケモンさんが傷つくのは見ていて心が痛みます。ポケモンさんを元気にするなら私に話しかけてください。あ、リーリエが回復してくれるんや、ここでは。僕からのアドバイス。一度戦ったポケモンならタイプの相性でどの技が効果抜群か、さっき聞いたな。同じことしか言わないのね。了解了解。おー、なんかすごい。え、まずこの子も？おー、びっくりした。あたしの距離。ポケモン勝負をしたくなる距離だけど、相手してくれる？ポケモン勝負をしたくなる距離って何？いいけど別に。あたしの距離を見せた後は、あたしの戦い方よ。ふんふん。よくわからねえ。あー、かわいいよー。エンジのユウクが勝負を仕掛けてきた。もうなんかこの、ポケモンの世界のエンジはみんなかわいいんだが。いや、リアルのエンジも可愛いけどね。エンジのユウクは嘘八を繰り出した。おー、嘘八。行け、足まり。嘘八は岩タイプだよね。まあ、どっちにしろ水。これで大丈夫か。水鉄砲。行けー。よっしゃ、効果抜群。可愛いポケモン使うじゃないか。お、ツツキャラがレベル11に上がった。エンジのユウコとの勝負に勝った。ああ、ウソハチとの心の距離が離れていく。なんでそんな晴れやかな顔で言うの？すごい嬉しそうなんだけど。あなたの戦い方、いろいろすごいじゃない？ありがとう。褒めてもらったよ、エンジに。なんかここ、プレイルーム的な感じ？あなたのポケモン、いつまでもそうでなくてもこれを持たせてあげて。何？お、アユナは先生の爪を手に入れた。アユナは先生の爪を道具ポケットにしまった。ポケモン勝負は素早い方が先に動くことができるのね。でも先生の爪を持たせたポケモンは素早さに関わらず、先に攻撃できる。かもしれない道具なの。かもしれない。可能性の話ね。ポケモンに持たせないと効果のない道具あるよ。わかってるよ。あ、何これ。あ、これニャースじゃない？ニュフフ。おー。なんかさ、アローラ地方のニャースってさ、ちょっと、なんか、企みを持ってるような感じの顔やん。泣き声もそうなんやね。ニャース、猫騙し、相手をひるませろ。なんか技の練習中っぽい。いいね、励んでるね。この部屋は？おー、いいね、授業中、私なんか勝手に入ったけど大丈夫？ポケモンは技ごとに PP、パワーポイントを持ってる。使い続けてゼロになっちゃうと技を出せなくなるから気をつけな。ま、PP がゼロになったらポケモンセンターに行けばいいけど。えらいね、みんな。捕獲ミスったボール、誰が拾ってるんだろう。ほんとよね。別に、ミスった剣って自分で拾ってそのまま使えたらいいのにね。ポケモンなでなですると、ファーって気持ちいいの。いいね、もっこもこなポケモンとか。この子は何をしてるの？本屋もね。ポケモンタイプがあるように、技にもタイプがあります。ポケモンと技、それぞれのタイプが同じだと、技の威力がアップします。
ふんふん。ククイ博士に時々授業を頼んでいるのです。彼はポケモンの技について研究を重ねていますから。なるほど。黒板にポケモンのタイプの相性について書かれています。炎は草に強いです。草は水に強いです。水は炎に強いです。ポケモンタイプは他にもあって、炎、草、水以外にも強い弱いがあります。なんかさ、ポケモンの世界ってこういうなんか、ポケモンに関しての学校みたいなのがあるけどさ、なんか一般教養みたいなのはどうやって身につけるんやろ。普通の学校もあるんかな。その辺ちょっと謎よね。算数とか国語とかそういうのはないんかな。あ、さっきの先生じゃない？レッスン相手のトレーナーはスクールの中にもいるわよ。あと、あと教室ではいろんな話を聞けるわ。なんかちょっと微妙に場所をずらされたんやけど、何事？4人と戦えばいいよね。お、ヤドン。やん。この間抜けの鳴き声好きよ。ヤドンのあくびという技は相手を眠らせることができる。眠ったポケモンは起きるまで何もできないから苦手な相手に勝つチャンスもあるぞ。あ、ここは職員室かな？ぽいね、なんか。へぇ。椅子とか座ったりできんの、これ。ち、座れねえのか。あとは？ここは教室かな。お、教室や。なに、少人数教室？先生もなんか、真面目そうやし、エリートクラスって感じかな。トレーナーとしてのレベルアップは特性を気にすることだね。きっともっと強くなれるよ。なんか年齢はバラバラっぽい感じ。この子らなんか小さいし、この子らなんか身長の問題かもしれんけど。ポケモンは必ず一つ特性を持っているのですが、同じ種類のポケモンでも特性が違うこともあります。どんな戦い方をしたいかで欲しい特性も変わりますね。まあ、要は性格ってことかな。なになに？ポケモンの強さを見るとどの特性かわかります。インフォメーションにタッチすれば特性の説明も読めます。教科書ってもっと面白く書けばいいのにな。それ思うよ。教科書だってさ、覚えやすい、なんか、なんていう参考書みたいなのが、いろいろと世の中に出回っとるわけやん。それを学校で取り入れればいいし、先生ももっと面白おかしくしたらいいと思う。結果的になんか、知識が入ればいいわけやろ。俺のヨーテリーが拾ったこれ、お前にやるよ。お、なんかもらえる。傷薬、ありがとう。ヨーテリーの特性は物拾い。戦っていない時に効果を発揮する特性だよ。戦っていない時、いいやん、めっちゃ。わざわざ隣のアーカラ島で捕まえたんだ。へぇ。あ、この島にはヨーテリーおらんのや。特性とはポケモンが持つ特殊な能力のこと。例えば、柔軟という特性のポケモンは、相手の技で麻痺しないんだ。へぇ。なぜ？柔軟で？へぇ。なんか前にさ、読んだ本に書いてあったんやけど、なんかその授業とか、生徒は先生を選ぶことができんのに、なんかこう、お、なんだ？あ、上にはまだ行くなと。生徒は先生を選ぶことができんのやけん、先生はなんか、楽しく覚えられる授業をしてあげんと、それはなんか、職務怠慢というか、ね、生徒が先生を選べんことをいいことに、給料泥棒ではないかみたいなことを書いとる本があったけど。あ、普通の物語なんやけどね。あ、なるほど。こういうところ？こういうところにトレーナーがいるということか。あれ、この子は違うの？スクールで学んだタクティクス、戦いで教えてやる。いや、戦いなのね。短パン小僧のゴローが勝負を仕掛けてきた。なんかあれやね、ポケモンの世界というか、こういう世界って、世の中には同じような顔のやつしかおらんっていう感じの。何種類かしかおらんよね、顔。ポケモン。さあ、ツツケラに、交代しようじゃないか。足まり交代。一気にツツケラー。ツツケラもなんか進化するんかな。おし、つつく、つついてやれ、つついてやれ。なんかトランセルとかサナギやけんさ、つついたら中身出てきそうで嫌じゃない？ねえ、まだちょっと
羽がふにゃふにゃな感じのとか。お、つぶらな瞳を覚えたい。つぶらな瞳ってどんな技？ちょ、とりあえずさ、説明を見せていただきたいんだけど。え、説明見れないのこれ。あ、見れた。つぶらな瞳で相手を見つめて攻撃を下げる。必ず先制攻撃できる。はぁ、なるほど。どうしよう。鳴き声。あ、でもこれ、攻撃を下げた上に先制攻撃できるんやろ？これただ単に攻撃下げるだけやもんね。じゃあ、これを忘れさせて、あっちやったらね、プラスやん。つぶらな瞳を覚えた。イエーイ。お、トランセルがレベル10に上がった。ヤングースがレベル10に上がった。お、新しく砂掛けを覚えたよ。わはは、宿題してないからタクティクスから、タクティクスとかわからんのだ。宿題しなさいよ。お、トランセルが進化するよ。おや、トランセルの様子が。てん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 。あ、来た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 。いやー、感動だね。やっとだよ。やっとっていうか、あっという間な気もするけど。あー、かわいい。おめでとう。トランセルはバタフリーに進化した。イエーイ。やった。これからいろんな技を覚えていくね。バタフリーのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。いやー、これでもう揃っちゃったよ。登録完了。アローラ図鑑、メレメレ図鑑？あ、メレメレ島やけん。ビンゴー。同じページのポケモンが全部埋まったろ。蝶々ポケモン。他のポケモンに襲われると毒の鱗粉を撒き散らしながら羽ばたいて抵抗するのだ。ほう。お、バタフリーは風起こしを覚えた。やった、早速飛行タイプの技や。電気タイプのポケモンが欲しいんだけどな。まあでも君のおかげでありがとう。毒にするとヒットポイントが減っていく。麻痺にするとたまに動けなくなる。ポケモンの技にはいろんな効果があるから気をつけな。ありがとう。あ、この辺もなんかポケモン違うの出てきたりするかな。わさわさ歩き回ってさ、新たなポケモン捕まえたい。どうどう。お、野生のコイルが飛び出してきた。やったね、これは捕まえるしか。電気タイプじゃん、可愛くないけど。っていうことはどうしよう、ヤングースで行こうかな。なんか私飛行系多くない？だってレディバもさ、虫と飛行入っとるやろ多分。おーし、それじゃあ砂かけ、さささって言ってもこれ素早さが下がるだけよね。命中率か。よし、追い打ち。追い打ちも何もまだ全然弱ってないんやけどさ。おーし、体当たり。じわじわ行くよ、じわじわ。あ、あと1回ぐらいで多分捕まえれるんじゃないかな。おお。でもまあ、急所であれぐらいなら全然大丈夫やろ。手加減してね、そっから。よし、オッケー。あとは捕まえるだけ。もっと可愛いさあ、ピカチュウとか出てきてくれんかな。まあ無理か。はい、モンスターボール。いけい。どうだ？来い。おっしゃー。やった、コイルを捕まえたぞ。やったね。ヤングースは52経験値をもらった。さあ、みんなどんどんレベル上がっていって。コイルのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。さあ、こうやってコイルも、コイルって進化したら何になるんやっけ。捕まえたのはどんなポケモンか調べろと。コイル、磁石ポケモン。電磁波を放ち空を漂う。電気を食っている時に触ると全身がビリッとしびれるぞ。コイル、ボックスへ転送ね。
コイル、レアコイル？あれ、なんか、2匹のやつと3匹のやつあったっけ？何が何だか全然覚えてねえや。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。